スノーマン・ラウールちゃんとした高校生活じゃなかったかもな。自身の学生時代を振り返る。スノーマンのラウールを主演に迎え、同名人気コミックスを映画化した新感覚の学園アクションコメディ、赤羽骨子のボディガード。本作より、幕開映像とクランクインコメント映像が公開された。週刊少年マガジンで絶賛連載中の、丹月正光によるコミックス、赤羽骨子のボディガード。2022年9月より連載開始となり、その斬新で刺激的なストーリーで連載2年で現在までに7巻が刊行されている人気原作が初の映像化。とある事情で命を狙われることになった赤羽骨子。大好きな彼女のために、ボディガードとなった伊吹荒国に与えられたミッションは、彼女にバレることなく守ること。果たして無事にクリアすることはできるのか？主演の伊吹荒国には、映画、ハニーレモンソーダ以来3年ぶりの単独主演となるスノーマンのラウールが決定。パリコレへの参加や、TGC でのダンスステージなど、グループとしてだけではなくソロでも大活躍中のラウールが、金髪&白い制服姿のヤンキー不良高校生を熱演。撮影1ヶ月ほど前からアクション練習を重ね、ボディガード役に挑んだ。監督は、エイプリルフールズ、15年、ミックス、17年、変な家、24年、の石川純一。コメディや緻密な人間ドラマに定評のある監督と豪華スタッフ陣が、ラウールと初タッグを組んだことで話題を呼んでいる。